武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学国際教養学部の2017年の数学の勉強について話していきたいと思います。こちら配点が50点で時間が60分、大問が4題出題されております。で、問題の特徴としては、大問4題で60分なのでかなり時間は厳しくなっています。で、設問の難易度としては、その分ですね、割と標準的な問題が中心なのでマーチレベル、しっかりやっていくことが重要です。で、ちょっとその問題文が全体的に長めで、その分誘導があって、誘導に乗っていけば解きやすい問題ではあるんですが、問題文読んで状況を理解して解いていくっていうところに時間がかかると、これは時間内に終わらないという話になってしまいますので、形式慣れすることとスピードを意識した学習という部分が非常に重要になってくる形式となっております。で、基本的に答えを答えればいい問題となっておりますので、その分その計算過程などは結構記述で書かなくていい分省けると思いますので、そこでその時間内に解き切る工夫っていうのをですね、しっかり身につけてやっておきましょう。で、全体的にまずはその問題文に沿って解き方をこう調整していくっていう作業を慣らしていくってことが大事だと思うので、標準的な問題集しっかりやって、どういう条件でこの解き方ができているのかなどの、部分をですねしっかり洗い出して、流れに沿っていくという練習を心がけてください。以上が数学の勉強となります。